何年かかったっていい。絶対に貯めますよ。プロジェクト K。こんにちは、キラです。今回もですね、小島 G1 戦ガチ勝負です。本日小島最終日です。もう当然のことながら、イン逃げデメガイです。昨日がですね、5号艇1本しか絡みませんでした。本日はイン逃げからの5号艇祭りに期待して、1の5の前、4点固定です。もう来れば鬼勝ちでしょ、こんな。第4レースまでの4レース分です。16倍でもプラス収支なのでね、一発でまくりに行きます。どうぞご覧ください。中心1号艇渡辺、2コース2号艇の末永由楽、センター3コース3号艇、怖い、4コースの1、もう怖い、4号艇の森永、5コース6号艇井上、採用1号固定めっちゃ怖いんですけど、追い風4メートル5メートル前後めっちゃ怖い、第1レースは一般1号固定めっちゃ怖い、1番3番4番6番5番です。とにかくイン逃げですよ。いいですよ、スタートいいですよ。とにかくイン逃げの日、イン逃げ祭りの日であれば、一本はどこかで1号だ、来て、打ち上がれ5。もっと高くていいからだよ。もっと高くていいのに。大丈夫。どっちが来てもプラスしか来て。昨日の分取り返したい。昨日の分取り返したいです。回収率 200% 超えたい。6号艇がいいな。6号艇がいいです。3着。やべ、一歩目から。一歩目から行ってくれた。ちょっと昨日の分も俺が一発でかいでかいでかい。いや1号4点縛りめっちゃ怖いです。いや今日来てください。残り3号5号艇いやとりあえずありがとうございます。一足助かった。マジ怖い。ありがとうございます。はい、第2レースです。本日の風速は3メートルです。斜め後ろからの3メートルです。なんとか1本目から1号プラス収支確定いただいております。ほんとね、これ見るときが一番怖い。まこれね、買うときはね、そんなに結構勢いで買ってるところもあるんで、買うときはそんなに怖くないんですけど、見るときが一番怖いです。なんでこんなこの1号ランっていう買い目で買ったんだ自分って思います。こんな無茶な買い方したんだってもう見るときに思います。あ、ここで、あ、いやー、ちょっと もう一本来ていただきたいな。昨日の坊主分をとりあえずですね、回収したいですね。今日の分は回収できました。あとは昨日の坊主分取り戻したい。そうなるとどれぐらいだろう。わからねえな。まあ、あと1本、あと1本当たれば取り戻せると思います。あと1本。G1 戦。1号がね、来てもね、そこまで高くないのでね、満州に届かないので。
3号手の歌手の工事上田家は143で、はい、3本目です。残り2本です。これを含めて残り2本でございます。ちょっとですね、こちらこれ6号艇絡めば満州なんですけども、6号艇が絡めない1号はめちゃくちゃ人気です。これ1号めちゃくちゃ人気。こういうのはですね、確実に取っておきたい。西島選手確実に来ていただきたい。こういうのを取っておかないと1号で買うあれがない。1号にしてるメリットがないので、こういうのは確実に取っておきたい。あい、あい、来た来た。あ、いけるよ。はい、1号手決めてくれたよ。大上選手は決めてくれて、あとは西島選手だけですよ。大丈夫、あ、来た。だってこれめっちゃ人気ですもん。10何倍ですもん。こういうのはね、確実に取っておきたいです。こういうの取れないな、1号にする意味がない。なんてな。またやばい、絶対いきます。これ最後です。第4レース最後決めたい。さあラストでございます。これもね、人気ですね。まあ4号手6号手3着に来てくれれば、まあ20倍で30倍台、2号手3号手なら10倍台。まあしょうがないですね。 G1 戦これ以外のインディゲも、まあ6号手以外はめっちゃ人気のところなので、いやでもな、それなら5号手2着にしなくてもっていう話になってきますけども、まあまあしょうがない。そんなの今言ったってしょうがない。どうなる、さあどうなる。最後は1号4、1号6、1号4、1号6でお願いします。なんとかして、なんとかして昨日の分を、昨日の分を取り戻してすっきりしたい。もやもやをすっきりしたいよ。あー頑張れ。どうだ、まだ分からない。ほら1号艇はすごい、1号艇はすごいんです。もうそこは安心して見てられるんです。5号艇ほら、だから、うん、G1 戦何もね、5号艇を2着にあえて持ってこなくても、12とか13でも大してオッズ変わんないので、こうやって5号艇あえて2着に持ってくる必要はなかったのかもしれない。まあ、まあ、結果的には1本28倍が当たったのでよかったですけども、だってこれだって1、1、2、5、1、2、4、1、2、5、まあ、10倍11倍、これが1、5、2だったとしても15倍ですからね、うん、そんなに変わんないので もう少し1号が高ければね、1号にするうまみはあるんですけども、1号で10倍台とかになっちゃうタイって感じですね。まあそんなことはいいです。とりあえず今日は勝てた。いやー終了です。
はーい。ありがとうございます。助かりました。最終日、イン逃げ祭りでしたね。そして5号艇めっちゃ3着に来ています。やっぱ、G1 戦、難しいです。そう思います。ちょっと植毛費用300万貯めるんだ企画、現在の進捗を計算しておきますので、次回の動画で発表させていただきます。前回計算した時が、マイナス10万だったんですよね、確か。ついにそこまで来たわけなんですけども、多分ですね、今、もうちょっとマイナスになっちゃってると思います、体感的に。果てしない。果てしないです。まあ今回、小島5日目と最終日でしたので、イン逃げを狙いましたが、次のガチ勝負ではね、どでかいところを狙っていきたいと思います。もう、一発当てることでしか道は開かれないでしょうから、もう。はい。そんな感じでございます。とりあえずね、もう、勝ててよかったです。そんな感じです。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。